国は農業被害への防止を目的として、イノシシやシカ、クマなどの捕獲数に応じて活動経費を自治体に交付しています。この交付金がハンターへの報酬などに使われていますが、現在、農業被害対策でクマを捕獲した際の単価は1頭あたり8000円で、これは焼却処理する場合のシカと同額です。危険性だとかいろんなことを考えたら、これ私おかしいと思いますよ。 鈴木知事はクマ捕獲の金額が実態に合っていないとして国に見直しを要望しています。